カテゴリー5のカーボベルデ型ハリケーン、ハリケーンアイバンカーボベルデ型ハリケーンは、大西洋で発生するハリケーンのうち、アフリカ西海岸沖のカーボベルデ諸島付近で発達するものを指す。平均的なハリケーンシーズンでは、シーズン中に約2個のカーボベルデ型ハリケーンが発生する。それらは、太陽上で十分な量の暖かく湿った空気を伴って発達してから、 上陸するため、通常はシーズンで最も大きく、最も強烈なハリケーンとなる。記録に残る5大ハリケーンはすべてカーボベルデン型である。他、大西洋海域で発生する寿命の長い一部の熱帯低気圧も同様の型であることが多い。多くは被害をもたらすことなく、海上を移動するが、中にはカリブ海やメキシコ湾を横切るものもあり、カリブ海沿岸の諸国、 中央アメリカ、メキシコ、バミューノダ諸島、アメリカ合衆国、そして時折、カナダや南アメリカにまで暴風雨をもたらし、損害を与えることがある。1970年代に、これらのハリケーンが形成される過程を解明するための研究プロジェクトが始動した。ありがとうございます。